これ何？あ、そうですね、はい。マスクさんの、うん、ゴルフの機器が、はい、うん。で、理論的なことは分かるんですけど、具体的にじゃあどうしたらいいのかっていうのが、うん、あんまり分かんない。書いてない、そうそう。あれ、あの本分かんないでしょ、行列。もうスイングの、なんですかね、こうガンマとかアルファといろいろあったじゃないですか。うんうん、で僕はあの股関節って、まあ、なんていうんですか、関節の中で唯一3方向、三軸があるわけなんです。うん、三軸だね、草。手首ってこう、2方向。ごめん。大丈夫？あ、大丈夫です、はい。手首で、回転が前腕の回転になるんで。うんうん、うん、そうだね。関節で言うと、股関節は3方向に動くっていうのがあって、で、その前後軸、左右軸、上下軸とかっていうのは、僕ずっとその股関節に関しては、それを考えて、うん、あのレッスンをしてたんですね。で、あの、ジェイコブ 3D のホームページを見て、で、あの、ジェイコブさんです、うん、がなんかあの、うん、人に飛行機をつけて、なんかあの、指導されてる動画を見て、僕もね、この股関節、まあ、そうです、三軸っていうものがあって、うん、例えば何ですかね、飛行機って飛んでるじゃないですか、うん、で左回転するときっていうのは自転車でもそうなんですけども、こう回転してる軸があって、で体をこっちに倒すとかってこっち曲がっていくとかね、3方向の軸のうちの2つを回転させると3つ目の軸が勝手に発生するっていうのがあるんですよ、うん、あね、材料運動とか再三運動とかっていうんですけども、うん、それを何ですかね、クラブの動きに当てはめてるのかなと思ったんですね。結構そうだよね、3D の動きだよってことで。これ、むちゃくちゃ計算だと難しいっていうか、もう頭こんがらぐらいのことなんですよ。だからね、うん、この方向に動いて、こっちにトルクが発生、こうとかになるんですけども。そう、もうアルファ、ベータ、ガンマとかで、そこにネガティブ、ポジティブって常に対の動きがあって、はい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 、もうそれを360度のこのゴルフスイングで考えたら、一個一個考えたら、もう、頭おかしくなる。なんか股関節でも頭おかしくなる。そう、やろうとした時に、あ、これいいんだなと思ってやめました。そう、でも、多分そこが、多分結構、もちろんプロとか和坂は完全無意識でできているところで、だから多分、タスクさんもこれを、例えば、これなんかあったの一番初めのやつだから、こう、要は、データはあんまり入れてないんだけど、はいはいはい、データ入れたら、もっとわかんなくなる。そうですね、はい。ねそう。だからちょっとこう、動きで言ったら、僕ら多分素人が見ても、医学書とか読んだら分かんないじゃんね。はい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 。そう。もうそういうのに近くて、で、例えば、カズタカとか僕がやっぱりこう、町医者みたいなイメージで、はいはいはい、っていうのに近いかなって。ただ、この、実際どこに力がかかってんのか、例えば、カズタカの股関節、僕、カズタカの股関節の、一番初めの本にもそれ載せたでしょ。はい、載せました。足こうやって言う。外旋するとかさ。そう。はい、もうあれやります。本当だなって、もそう。だから、結局、僕ら人間が他の動作をして、他の運動、あの力をかける方向をかけたら、他の運動が発生する。まあ、トルク発生するよね。はい、そう。そういうふうにの、すごいそこでうわーって思ってて。で、それの結局グリップ版というか、やっぱり、ただグリップに、この、ジェイコブスが言ってるのは、グリップの運動を力をかける方向を変えたら、うん、結構体の動きも変わるよというか、全体が変わるよ。なるほどね。多分本当にこう、うまい人間が無意識化でね、完全無意識化でやってる動作をやっぱり追求していかないと、アベレージゴルファーとかアマチュアの人には伝わっていかないんじゃないかなっていうところから攻めてる話で。なるほどね。そう。ただこれのアルファのポジティブですよ、ネガティブですよってこっちでの説明しちゃうと、うん、今度また余計お客さん分かんなくなったりするから。そうですね。まあ、指導者が理解して、ね、うまくこう翻訳すればいい。そう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 。まあ、いかに簡単にしていくかっていうのが、多分ね、テーマ、僕らの役割だし。ね、はい、だから、カズタカのさ、例えばこの股関節のやつとか足のやつとか分かりやすいじゃん、ね、はい。あれは分かりやすいけど、あれ、お客さんでなかなか、うんってなる。一瞬でパンって、例えば2、3分でパンってなんないでしょ。そうですね。はい。だから、最初は、理論的な説明をしなくなりましたね。そうだね。そうだね。そう。こうやって動かしたら、こっちがこう動きやすくなるとかっていうふうに、極力難しい言葉は言わずに、うん、すぐ動きが出る方法には、うん、を選ぶようにしてますけどね、最近は。そう思う。なんか、ね、例えば1時間60分レッスンで、うん、結構こう、専門的な、まあ、正しいこと言ってるんだけど、専門的な知識をバーバー並べて、はい、データ見て、入ってやって、
こっちが教えた気になっている、お客さんも人によっては教わった気になっている、はい、でもそれだと結局変わらないみたいになっているパターンが僕一番多いと思うのね、レッスン。なんか俺の中の理想は今でもあのハービーペニック分かるでしょハービーペニック懐かしいですね。そうハービーペニックそうそう懐かしいでしょ、はい、やっぱハービーペニックの本とか載ってるようなハービーペニックの先生が、ね、ハービーペニック先生が結構僕なんかは一番理想だなと、はい、あんまり多くを語らないけど、はいはい、ちょっとしたことアドバイスでお客さん自身に気づかせるっていうのが、まあ、レッスンだしなと。でも、まあ、小難しいことを並べないでうまくさせれたら最高だなと。そうですね、うん、僕とかはあの、まあうん、ティーチングとコーチングとかいろいろあるじゃないですか。コーチングで、まあ、導いていくとかっていうのもありますし、僕はね、まあ、自分の性格から来てるものもあると思うんですけども、基本せっかちなんで、でってなっちゃうんですよね。どうしたらいいのっていうのは。ああ。教えてるときに教えてるときに、だから、もう極端に言うと、こうやったらできますっていうのを、もういきなり答えて。ああ、そうだ。だから、まあ、1時間、だから、レッスン業としてはダメなんですけど、悩んでる人は1時間でもうあの解決して帰って次来ないでもいいわけなんですよ、極端に言うと。ああ、いいね。そう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 。それいいよね。そう。うん、僕もだから、それのイメージはある。これだけやっときましょうとか、うん、だからやっぱ例えば、カズタカもそうなんだろうけど、1ヶ月目これ、みたいな。はい、次、みたいなのは、なんかこう、それで上手くなるお客さんあんまりいないんじゃないかなとは思うんだよね、僕も。特にね、このゴルフクラブみたいな、特殊な道具を扱ってやったのに対して、例えば型作りでずっとやってくれても結構その通りにならないよね。カズタカあんな綺麗なプレーンだったのに曲がってたっていうのと一緒です。ね、びっくりしますよね、本当に。だからね、もう本当に当時はあのゴールに着いたのにそこにゴールがなかったっていう感じだったんですよ。オンプレーンのスイングをするそうだね。もうお前完璧重なったじゃんってなってたもんね。そうですね。なのにそこにゴールがなくて。また違うゴールを探さないといけないっていうのがあったんで、結構不幸でしたけどね。だからまあそれはまあ今の知識が足りなかったってことだと思うんですけど。まあだからだいぶ変わったよね、この20年でね。ありましたよね。はい。まあ、だいぶ変わったと思う、やっぱりみんな。まあクラブが変わったっていうのは絶対あると思うんですけど。うん。圧倒的にやっぱり僕今自分でもクラブ作ってるじゃないですか。そうだね、フランジスタ。自分で作ってみても分かったんですけど、やっぱりね、昔のクラブね、難しいんですよ。難しいよね。うん、なので、うまく打てないんで、うまく打つことが最優先なんですよね、うん。で、うまく打てる人はフルスイングできるから飛ぶんですよ。だから、うまく打つことが最優先なんで、やっぱり早く振るとかっていうことが、やっぱり、なんていうの、うん、やっぱり今のクラブって、多少芯外しても、まっすぐ飛ぶし、距離もあんま落ちないんですよね。うん、プロレベルでも一緒だと思うんですけど、そうなってきて、やっぱり、なんていうんですかね、あのうまく打つよりも、とにかく早く振って、うん、まあ、5ヤード、10ヤードの先行った方が、ショータイム、あの短い番手で打てるから、パーオン率とか、ねうん、ピンに絡む率が増えていってバーディーが取れるとか、でドライバーの多少の曲がりも仕方ないって割り切って振っていくっていう方が今の現代のゴルフ、うんまあ、特に PGA とかも、ね、フェアウェイが広くなったりとかラフが短くなったりしてるわけじゃないですか。こういう時代になってきた時にやっぱり求められてる、まあ、選手としての求められてるものが変わってきたなっていうのと、うん、やっぱりアマチュアの方でもやっぱり何ですかね、スイングがまあそこまで出来上がってなかったらより短い番手でパーオン率高まりますし、そうだね。だからドライバーを、うん、OB にならない範囲で飛ばすことができればスコアがアップするっていうのが僕のまあ考えてることなんですけども、そのためにまあ、ね、体をしっかり使っていきましょうっていうのが僕のまあ、うん、行ってる場所が、まあ、森さんと違ったかもしれないですけども、いうテーマで作るっていうのがあって、うん、僕はね、このクラブの感じ方とか腕の使い方とか説明するけど、はい、タスクさんとかとも喋ってたけど、自分でやってて思うのがね、やっぱりね、飛ぶスイングって絶対いいスイングなんだよ。そう、絶対飛ぶってことはエネルギー効率が、例えばカズタカも別に背はそんな高くないじゃん。はい。そう。で、あんだけ350度飛ばせるってことはもう、絶対エネルギー効率はいいから飛ばせるわけで、はい、で飛ばない人って絶対何か効率が悪いわけで。だからやっぱりね、例えばもう一度自分が10代に戻れるんだったら、はいはい、もう飛ばし追求野郎になろうかなとは思う。本当、カズタカもさっき話じゃないけど、やっぱ途中ですごい、やっぱりクラブの使い方ってやってくると、フルエネルギーっていうものに対しては、やっぱりあんまり意識がいかなくなってくるんで、例えば一周回ってみたら、ね、結構ドラゴン選手とかをすごいリスペクトすごいです。両方だって、タイガーも最近、やっぱりスイングは手だねって言ってるじゃないですか。うん、言ってる言ってる。やっぱりまあ、うん、おそらくその体の動きなんかでも、あのクラスができたらもう、
意識なんかしなくても体動きできると思うんですね。そうそう、もちろんもちろん。やっぱ最終手だと思うんですよね。あとはさ、結局例えば若い時できてた時とやっぱり お年寄りになってできることってのはすごい差があるじゃん、ね、差がありますね。はい、うちなんかは多分年配の方が多いんで、そこと毎日こう対峙してると、そこをなんとかクリアしていかなきゃってなると、結局効率いい使い方ってさっさとお客さんが上手くなるって考えた時に、まあ、クラブの使い方を説明しちゃった方が早い。うん、結構物理的なこう振り子運動からスタートして、みんな同じなんていうかな、クラブの動きになるような方に行く、だんだん。だから和孝に近いと思う、本当にこういった状態から大体入って、はい、まあ、極論を言ったらこういう動きでここからスイングに導いていくだけでも、やっぱり結構多くの方がもう抑え込んじゃって、例えばレッスン受けてきた人ほど、僕らのあれじゃないけどポジショニングでやってることが多いでしょ、レッスン。そうですね。そう、だから結構真面目な人ほど、うわこんなんでいいのというか、そう、仕事量を減らしてあげるっていうのが結構多い。例えば具体的に、例えばフェイスはこう使いましょうとかあんまないんですか？あの、結構お客さんの感覚というか、お客さんのいろんな話を聞いて入り込むんだけど、はい、大人から始めた方で多いのはやっぱり面をずっと固定して使おう、まっすぐ飛ばすにはまっすぐ当てればいいでしょうっていう、まあ当たり前の発想だけど、そこから行くんで、スイング中にずっとこう力をかけ続ける人が多いし、はいはい、そういう人には結構人によるんだけど、本当にまずこうローテーションも伝えるし、もちろん、うん、ローテーションするもんですよ、だよね。そう。で、できてきたらそんなに意図的に、なんていうか、能動的に、おりゃってやるもんじゃないっていうのも伝えていくし、お客さんのレベルによって変わるけど、お客さんのレベルによって変わんないことは、やっぱりこう、これは変わんないよね、お客さんのレベルによって。はいはいはい、どんな、原さんだろうが、例えばもしね、誰か PGA の選手を教えれるって言っても、この状態ってのは変わらないはずで。だから体の使い方っていう面は、その後に入るかな。だから結構、うん、レッスンとかで、まあ、基本でも体の使い方がメインなんですけど、うん、僕はそのフェースの動きはなるべく変えないっていう方がいいと思ってる方なんですね。ただ、あくまでも腕のローテーションなり、フェースローテーションができた人が抑えるのと、最初から待ってる、うん、そう。そこなんですよ、そこがね、多分ゴルフの一番こう、ゴルフレッスンとか、はい、学習、運動学習においての一番のギャップがある部分だったんだよね、はい、そう。どちらかというと、そう、だから、デカンは、手を使いましょうっていう、なんていうんですか、派閥があるとすれば、そちらのだと思うんですよ。うん、で、僕はどれか使わないようにしましょうっていう派閥があるとしたら、そっちだと思うんですね。でもね、俺のイメージは、なんか、カズタカはクラブの動かし方から入ってる人っていうイメージがある。あ、本当ですか？クラブのことを、クラブに着目してるなっていうイメージがあるな。タスクさんは面白くて、本当に研究者だよね、研究者。で、吉田さんって知ってますかって聞いて。はい。ちょっと喋りそうです。いや、もちろん知って、こういう経緯でって言ったら、はい、あの吉田さんはこうすごくなんていうかな、すごくあのちゃんとしてますよねって言うからそういやすごくちゃんと、僕もすごい好き、和孝のレッスンもすごい好きね、変な意味じゃなくて、はい、変な意味じゃなくて、すごいあの吉田さんはすごいちゃんとしてますよねって言うから、視点もね、見てるスイングの見てるところもっていうから、僕はすごい和孝のね、レッスンがすごい好きで、レッスンって僕らのこの業界ってね、やっぱり特化するのもあるけど、やっぱ自分の感覚をすごい入れ込むっていうのも多いじゃんね。どう自分のこの感覚が正しいからこうしなさいという部分が多いのが、多分和孝の動きっていうのはもちろんみんな誰でもできるし、万人に共通してるなって思うし、僕自身は、まあ、ネッポーガンとかタイガーみたいに、うん、結構バッと左に移動していって、うん、打つ打ち方をしたいんですよ、うん、でもそれをやると 100% 調子悪くなるんですね。まあ、もう今半分趣味みたいになってて、スイング作るのが定期的に来るんですけど、タイガーみたいなスイングしたいっていう周期が来て、そうするとタイガーに真似ていくんですね。うん、どんどん調子が悪くなっていって、うん、でやっぱ無理だと思って元のスイングに戻ると、大体 GG っぽいんですよ、やっぱり僕の元のスイングっていうのは。そうすると元にまあ調子が戻ってきて、でまたタイガーみたいにしたいけど調子が悪くなってっていうのをずっと今度何年も繰り返してるんですけど、 GG 継承者になればいいじゃん、GG やって。何もしなかったらああいう感じのスイングですよ、勝手に。その場でグッと踏み込んで、フェースシャット気味のかなりハンドファーストインパクトで、だから何もしなかったらあれに近づくっていうのがあるんですけど。もともとあんだけ誰よりもこんなこう、スクワットダウンできてやってんだから。そうですね。
ちょっとジョージのとこ行ってこれよ。でも自分がやってすぐ奈良に行ってもあんまあれがないじゃないですか。うん、できたね、すぐできたら。でもだから、まあ、いろんな種類があったり、合う合わないっていうのもよくあるじゃないですか。やっぱ例えば、フォースタンス理論とかあるじゃんね。はいはいはい、あと、最近だったら、アダムスさんの、はい、そうそうそう、かもある。ああいうふうに、体の動きはみんなやっぱちょっとこう癖があるし、違うから、体の使い方はちょっと見た目は変わるよっていう、みんなそれぞれがあるよっていう考え方っていうのはまさにその通りだと思うし、はい、体の動かし方っていうのは多分見た目、目に見えるものだけでこだわって教えていくと結構大変なことになるし、そうですね、だからこう、和孝のこの揺さぶるっていう、そう、やっぱりこういう振り子運動ありきでじゃないかなと思うね。レッスンしてる時も体の動かし方というよりも力がどう伝わってるかっていうのをよく見るんですね、うん、いつも。ずっと15年ぐらいそのレッスンしてきてるんで、どうやったら力が伝わるかっていう、その自分の中の見た目で分かるんですね。うん、途切れてるなーって分かるんで、その途切れてる場所探して、うん、そこ繋げたら、まあ、速度ポンって簡単に上がったりするわけなんですけど。目に見えない力を分かるようになるっていうけど、結構、やっぱずっと毎日スイング見てれば見えてくるからね。そうですね。はい、多分、カズタカなんかは多分、その骨盤の動きと、足の力の変え方は完全に見えてるんだろうからさ。見えてますね、それは。だから、うん、これね、何年って継承できないんですよ。数値化すべきなんだよね、本当はね。うん、もう結局やっぱり、最新ってその一番深い部分が、うん、結局、言葉にできない部分があるので、音楽聴いて、その音楽のいい感じと悪い感じとかと一緒だと思うけど、そこがあるんで難しいなっていうのがあって、だから僕はスクールじゃなくて、うん、で、まあ、レッスン以外の仕事としてクラブっていうのもやったんですけど、クラブは数値化できますから。だから基本的に多分僕の中にあるのは、例えばこう棒を持って、はい、棒を持って思いっきりバックトバック叩いたら、結構いろんな人やってもらうけど、まあみんな、こう叩き方というか、ただもっと強く、もっと速くとかいろいろやっていくと、もう、はい、みんな別にね、動かし方的にはほとんど同じになるし。そうですよね。そう、一緒になるから、だから、なんていうかな、そこができちゃったら、あとは、より下半身の使い方、まあ、勝坂が特に説明してるようなところになるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。はい。そう。でも、グリップ持って、ゴルフクラブ持って、ボール目の前に整体したときに、その動作と違う運動パターンを、完全脳が体に命令、回路が変わっちゃうっていうところを、はい、なるべく僕はこう、正常にしていきたいっていうか。そうですよね。まあそこを一番でかいですもんね。そう、そこだと思うんだよね。極端な話、体の動かし方で言うと、初心者の時に良かったりする場合もありますからね。うん、そう、多いでしょ。はい、勝手にね、はい。そう。で、だんだんレッスン受けて、はい、いびつな動きになっていくってパターンも、やっぱね、結構僕らも見てきてるだろうし、はい、多いと思うんですね、それが。そう。だから、そういうのがもったいない。っていう感じかね。いろいろ勉強になります。すみません、長い時間ありがとうございました。終了します。